ウェストパームビーチ駅はフロリダ州ウェストパームビーチサウスタマリンドアベニュー209にある駅。全米各地を結ぶ旅客鉄道のアムトラックとマイアミ近郊の通勤輸送を担うトライレールが乗り入れている。昔のシーボードエアライン鉄道の駅であるアメリカ合衆国国家歴史登録材に指定。当駅は シーボードやライン鉄道の駅として1925年1月29日に開業した1973年6月19日、アメリカ合衆国国家歴史登録財に指定された。当駅は都市間旅客と通勤鉄道、路線バス、タクシーのための結節点である。トライレールの乗客はバスやタクシーを使い、パームビーチ国際空港へのアクセスする際に当駅を使用する。 アムトラックは1971年にウェストパームビーチでの旅客サービスを開始し、トライレールは1989年にウェストパームビーチとマイアミ間の旅客サービスを開始した。歴史的な駅舎の装飾用石材、外装石材、ドアや窓と鉄とタイル、電気設備、照明、配管、暖房設備、空調設備、 赤瓦屋根を交換する工事が1991年4月に完成した。2012年夏には、市はより多くの訪問者を迎えるための改良プロジェクトを終えた。貝殻門用仕上げの新しい歩道の設置や、パルメット屋市、菓子、マレー屋市が駅舎の周りに60本以上植栽され、ベンチも増設された。当該プロジェクトは、 連邦道路管理局の交通強化助成金の75万ドル等により賄われた。アムトラックのウェストパームビーチ駅に発着する列車は下記の通り。トライレールの発着路線は下記の通り。当駅では下記のバスに連絡している。ありがとうございます。